ゲイレックスは2003年4月28日に打ち上げられた NASA のスマックス計画の7番目の観測衛星となる紫外線宇宙望遠鏡である。ペガサス XL によって高度 697km、軌道傾斜角29度の地球軌道上に投入された。ファーストライトは2003年5月21日に撮影されたヘルクレス座方向の画像で、 スペースシャトルコロンビア号の乗組員に捧げられた。同年に事故を起こしたコロンビア号の最後の更新が2月1日8時59分のテキサス上空ヘルクレス座方向であった。ケイレックスは4年間の初期ミッションの間に1000万個の銀河を含む製図を作成し2008年から延長ミッションに入った。2010年には搭載された2つの検出機の打ち方法が 運用終了となり、禁止外線の波長帯のみで観測を続けた。2012年2月、ゲイレックスはスタンバイモードに切り替えられ、2012年中には完全に退役する予定となっていたが、2012年5月にゲイレックスの運用をカリフォルニア工科大学へ移管して、民間資金で運用を継続することになったと発表した。2013年6月28日に、 NASA はゲイレックスに最後のコマンドを送って退役させた。ありがとうございます。